大人のお子様ランチみたいな感じで、うーわ遊びでやっとんちゃうね向こうは。いや分かってるけど、まあ、ほう腹が減ったぜ今日は。そんな僕にぴったりのお店見つけてん今日。大人のお子様ランチみたいな感じでちょっとそのお店行きたいと思います。ここここ見て、神戸満腹卵養殖、まあ、夢卵。でもここ淀川区ですよ。そうやな。これこれこれコンボ、これめっちゃうまそうじゃない。これとかエビフライとローストンうまそう。あなんかいっぱいあるわ。雑誌で見てん。そうなの。嘘いやね、あの嘘やね食べログで見た。いやどうね。いらっしゃい。ブドゥ大盛り大盛りサイズが選べるって書いてる。もうマシマシでいこう。ゲロちゃうぞ。えこれね、全マシ。しかもお値段そのまま。そうやで。ちょっと1秒も早く食べたい。うわ僕は思い出した、トミーパート2を。うわちょっと待って、これめっちゃ腹いっぱいなんで。ここオムライスゾーンでしょ。ここオムライスゾーンの上にさ、ドーンってなんかさ石みたいに乗ってんやな、ハンバーグが。ほんまにキャベツマウンテンがあってやな。でここにスパゲッティで、これクリームコロッケかな。山に登りたがってるエビ、もう陸に上がってきた。陸に上がってきた。三段すんねん今から。そもそもエビって三段に上がってくんの。上がってけみんな。で安定の味噌汁。リュウちゃんの方も結構面白いね。これ何？キノコとベーコンの和風醤油スパゲッティ、うん、これやんか普通、うんうん、で、まあまあお味噌汁ついてくるのも分かるわ、うんうん、ご飯とりあえずお味噌汁から、はい、うまっ、このお味噌汁美味しいな。じゃあ何からいこうか。じゃあここオムライスか。オムライスやっぱどうも、海パートの時も思ったんですけど、うん、これメジャーなんですかね、ケチャップとカレー、うん、これケチャップなんかな、果たしてちょっと調べるわ。トマトソースです。じゃあいきます。これ絶対美味しいわ。このトマトソース酸味が結構あって美味しかった。じゃあいただきます。ここの大好き、めっちゃ美味しい。中のライスが適度な味付けなんですよ、うん、でここの酸味と、はいはいはい、あと卵で、うんうん、すごい美味しい、食べやすい。もうケチャップじゃなくてトマトソースっていうのが、しかも結構トマトソースやけど、ちょっとミートソースに近い感じの酸味があって、甘みもあってコクがあるというか、うん、じゃあハンバーグいこう。うわうわうわ、これ絶対いい。あ落ちちゃった、ハンバーグ。じゃあいこうか、ハンバーグ。いただきます。これはな、ほんまに美味しい。ハンバーグさ、しっかりした食べ応えなんですよ。結構焼いてるのが香ばしくて、食べたらさ、肉の旨みが湧き出してくる。これ多分ここで作ってんねやろな。でしょ？うん。うん。ええ香りや。うまっ。このハンバーグはマジ美味しい。バターライスに近い感じかな。あ、そのケチャップしてないの？うん。うん。これいいわ。こっちのソースちょっと試してみようか。カレーじゃないの？このソースないよな、ちょっと。これもカレーじゃない。デミグラスソース。かなり酸味があるから。こっちは甘みがあるから。だからこれを混ぜて、自分好みにするんだよ。カレーソースでオムライスはほとんどあれへんねん。美味しい。バクバク行きすぎやろ。バランスよくいってやん。バランスよくいきます。何行く？トラハフレーション、クリームコロッケ。やけどしないでね。そうやねん、そうやねん。だから最初いかんかったよ。絶対やばいやつやん。熱いね。うわー、触れてきた。うん、めっちゃうまい。クリームコロッケってほんま美味しいもんね。うん、美味しい。行こう行こう。うん、こうさ、ケチャップソースというかこのトマトソースがこだわってるっぽくて、普通このコーンについてるスパゲティってケチャップかけただけの感じで、まあ、確かに全然ちゃうね。トマトのね、酸味とちょっとミートっぽいさ、入ってないねんけど、こう肉の旨味みたいなのも入ってる、はいはい、これが知りたいんですよ、エビ。そう、僕それ見たかった。ちょっと待って、これどうやって食べればいいの？これ最後にいかんとあかんやつじゃん。でも今がサクサクで一番美味しい。そうやんな、これ4刀流やで。フォークとナイフ、スプーン、お箸。じゃあちょっと待って、全然切れへん。エビの身が出てもうた。やばいやばい。ではでは。取れてもうたんや、さっき。これをそのまま、うん、これごっついで、これ。うん、めっちゃ美味しい。
僕ここ通うわ。このエビ出てくるとこまあないで。ないないで。これプリプリのさ身が出てきてさ、エビの味を感じれるやん。最高。うまそうやと思うやろ。めっちゃ思うねんけど。うん、わかったから早く食えやもう。自慢すんな。あ、これちゃんと切ってくれてんの。え、そうなの。あ、絶対ちゃんとやってくれてよ。ほら、取れ方が綺麗やん。ほんまや、ほんまや。うん、もうハンバーグ、もう食べた瞬間わかるよ、手作り。でも、箸で切ってる感じがわかる。あの、柔らかそう。柔らかいねんけど、肉の食感がドロッとしてるやん、インスタント。あ、はいはい。それがなくて、フォークの香りがするもんね。また顔行きよった。これ言ったらさ、汚いって言われる。やめとくか。今日いや、どっちでもいいよ。食べたかったら食べて。このピンクのとこが美味しいんやって。お味噌、うん、お味噌となーら、ハンナマールキー。よう分かった。年やで。今 CM やってないのか。やってないで。これ全部食べれるやつ。そうや、うん、うまい。全部いった。あ、あか、刺さった刺さった。期待したりだ。エビに、エビに俺の体を食うなって、うん、お、これ必殺技ちゃん大好きなやつやん。炭水化物で炭水化物食う。なんか喋れよ。どうしたの。このサラダ見て。サラダ、サラダって普通さ増すものやん。口があるサラダの下見て。サラダの下に入ってるね。お腹いっぱいや。安定のお腹いっぱいを聞けました。ごちそうさまでした。ほらまだ言うてもあれでしょ、8か9ぐらいでしょ。いや10。マジでちょっと成功したかもしれん。野菜残ってるよ。なんでやねんと思うよ。来た時に俺はちょっときついんちゃうかなと思って、先にゾーンを攻めてしまって、野菜ならなんとか、後からなんとかなるやろ作戦できてんけど、野菜の下におんねんって。これこれがね、僕の繊維をポキッと折った。ちょっとそんな下着の悪いことやめてくださいよ。食べ物にあの好戦的になる人やったんですか。違います、有効的です。おいしく食べて友達になろうのコーナーじゃないですか。好戦的とはいただけないでございますよ、うん、柴田さんは有効的でも、この方は好戦的でございますか。ワンプレートってめっちゃきついわ。あ、でもね、最初の見た目っていうのはね、なんかあれもこれも食えるって嬉しさはあるけど、僕、大食いとか言って、大食いできへんからな。この付属されているものを大盛りにしたわけですから。よう終わるやん、ジローとか言ってさ、全増しでとか言って。で、あの結局全然食われへんって、はいはい、残すやつ一緒や。残しはせえへんけど、あんたそれ。そんな気がうすうすしてた。夢があるよ、無料で増せるっていうの。夢卵だけにね。ほんまや。きついなんて言ったらダメよ、有効的なんやから。僕ちょっと前腹減って死にそうって言ってて、今腹いっぱいで死にそう。ちょっとこれはちょっと今忘れよう。何ドレッシングかかってるんですかこれって。まだおった。いや、質問に答えてもらっていいですか、ね、ドレッシングかかってるんですか。かかってます。あ、そうですか。キャベツの甘みを感じたい。キャベツにも好戦的にされとるやん。全然有効条約結ばれへんや。リュウちゃん、TPP 結ぼう。TPP? うん、食べて、パンパンパン。いや、多分ここ思い浮かばんかったやろ。パンパンパンって。あ、食べてよ、お腹パンパン。おう、ないや。TPP でしょ。TOP や、今の。なんで？ほんなら TOPP ですよ。TOPP。わかったかな。で、アポ。こんなこと言いながら時間稼いでるけどさ、現実っていうのはさ、変わらんよね。こっからが長いんやな、柴さんは。まあ、20分覚悟しといてね。その20分食べてるとこをうまくまとめる僕の身にもなって。うん。あ、CTU から来てるわ。俺行かなあかんわ、事件。早く食わへんかったら僕テポの落とすで。振り出しにすんで、ここ。未だにコメント欄で北の人って書かれるからね。北の人や、暗殺されてもうたけどな。なんでそのお兄ちゃんの方言うんやろ。似てるもん。髪の毛あったらもっと似てんのにな。かましや。いじるな、髪の毛は。もうええんちゃうか。いいと思うんやったら別にいいですけどね。僕ずっとここでアップしようから。シャッ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 。食べた。ツツ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 ツ。シャッ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 。いや、あの時腹立ったから。一口でいけや。
追い込んでもなんならそう、ちょ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 、ラーメンちゃうねもうへんちゃうかもういいと思うやったらいいよ僕、これ終わって、もう一軒どっか行くって言うとって言うとったね僕行けるけどね僕そのためにあれだけにしたいんだ集めて、集めてそれなんかあのトラップなんかそんな感じのやつ僕ディスカバリーチャンネルで見たことないディスカバリーチャンネル出すなやそれはやめとけあのな遊びでやっとんちゃうね向こうはいや分かってるけど、まあ、そんな感じやったやん、まあ、江戸やったらあれやでこういう食べ物に巡り合えたらしゃっ江戸のことは言うな食べてるものが違うからあそう、うんよし帰ろう、ごちそうさまでしたねえ、はい、相当苦しかったんでしょめっちゃ苦しかったあれ見ておいできねえって最初に言うてや知ってたもしかして知ってたはあ付き合い方考えなかったなんでよとりあえず、味は美味しかったただ量が多いわ全部マシマシにしたから多分動画じゃ伝わらんけどあのスパゲティの量が半端なかったあと下から湧いてくるオムライスねそうここは泉のように下からね湧いてくるごちそうさまでした帰ろうもう一軒行く言うてたよいかなんでよあれ行けるわけないやろ31行こういや女子か